最近のです、ね、日本の報道とか、まあ、そういうものを見てますとです、ね、非常に簡単なことでもものすごく混乱して何,何が何だか分かんないうちに終わってしまうということが多いですね私自身の最近の反省はです、ねまあ、日大のアメフトの事件があった時に私もうっかりですねこの監督とかコーチのを一部非難しましたけれども。 もちろんその行ったことは非常に悪いんですがあの監督とコーチが今までどういう采配をしていたかどういうゲームというのをやっていたのかそれとも戦績はどんなものだったのかという功績側のことをですね彼らがやった功績ですねアメリカンフットボールに対する功績についてほとんど調査もせずに、まあ、一時的なあの事件だけを取り上げて議論をいたしました。 まあそういう点で本当に総合的にものを見るっていうことは非常に難しい時代になったというのを痛感するわけでありますがえ今日から少しですね日本の武装ということでえっと憲法9条を守れ平和憲法があるんだ自衛隊は違憲だというのはですねまあ非常にこう偏った意見というのがあるわけですがえなぜ私がここで偏ったというかつったらですね日本は現在法治主義でありえちゃんとしたシステムを持っていて 一応ですね、言論の自由が確保されていてですね、選挙も公正に行われていると私は思いますね。まあその点ではですね、私たちが望んでいる社会が訪れているわけですね。ですから憲法があり、いろんな法律があり、NHK の受信料を取られとまあいうようなこともですね、すべて矛盾もありますが、法律主義であることは間違いないわけですね。 そこでで憲法でですねまだ国民の半分が日本は憲法9条があるから軍隊を持てないとまあ自衛隊というのは自衛隊という名前を付けてまあ軍隊でないということを言い訳にしてんだろうとかですねそれから集団的自衛権の法律の時にはえなんか戦争法案とかいう何か感情的なのが出てきて一時的に世論がですね非常に変な方向に行ってしまったわけですね。 これについてはまり日本国憲法は確かに占領中にできましたがサンフランシスコ平和条約以降、まあ、日本に日本が独立してもまだ変更してませんから、まあ、憲法全文と憲法9条というのは絶対に生きているわけですね。ですから日本国はですね国際紛争を解決するとか他国を侵略するとかいう意図で、まあ、軍隊を持たない戦わないと。 ということはもう決定しておりましてそれは誰も異論がないわけです。問題は自衛が許されているかどうかっていうことなんですがこれも憲法9条について繰り返し議論が行われておりますがもうすでにけりはついてるわけですね。そのなぜかっていうと最高裁判所というのが日本の現在のシステムでは憲法の番人になってるわけですね。これは皆さんんほとんど全員が中学校あたりで 最高裁判所は憲法の番人でであるるととといううことを習っていると思うんですその最高裁判所がですね確か1957年ですから憲法ができてしばらく経った時に自衛隊と海外派兵について集団的自衛権とかそういうものについて判決を下しております。まあ、具体的な事件は砂川事件というものでしたけどそれを通じて最高裁判所がですね極めて丁寧に判決を出しております。それはです、ね えーと憲法9条は侵略のためもしくは国際紛争を解決するために軍隊を使わないということを宣言したものであって自衛権、えー、つまり日本人を守る日本国を守るというような権利について憲法がそれを制限することはできないんだとしたがって自衛権というのは存在するわけで日本が侵略された時に戦ったり日本人が殺されるようになった時に助けたり。 日本人人が拉致された人を取り返してくると、まあ、こういった本来の自衛権に属するものは憲法9条は全くそれに触れていないと関係ないという判決をしております。ですから日本は軍隊を持っていいんですよね自衛ののための軍隊は持っとい,い,いう範囲はですね国を守る国民を守るだからもちろん国民が拉致された時に取り返すのを含めてですねそれは全く関係ないんだと。 憲法9条というのはそれ,それ以上のことをただ言ってるだけだというふうに、えー、最高裁判所は極めて丁寧に判決をしております。それから集団的自衛権とか海外派兵とかそういった具体的なことについては日本が選挙を行って選挙によって政権を作ってるという現実があるので政権が決めることであって法律の及ぶところではないと。つまり 法律は全てを規制するわけじゃなくて政権が決めたことっていうのは政権は憲法を超えることは決められないけれども憲法の範囲内で政策は決められると、まあ、そういうことを言ってるわけですね。従って集団的自衛権、まあ、集団的自衛権というのは直接的に海外派兵もあり得るわけですが、まあ、そういったことも認めてるわけです。でこの判決が最高裁判所の判決がですねもうすでに全てを物語っておりまして。 憲法9条と憲法日本国憲法全文も含みますが、えー、日本国憲法とこの最高裁判所判決を2つきちっと読めばですね、えー、この日本の武装の1軍隊と海外派遣についてはもう議論はないんですよね。でもちろん民主主義ですから最高裁判所の判決に不,不,不満の人がおられるでしょう。その人はは、ね、例えば、えー、自衛隊は1年間に5兆円も あの税金を使ってますからこの税金は不当であるという訴えを起こせばいいんでそれをまた最高裁判所が判決しますからあくまでも憲法に合致してるかどうかっていうのは最高裁判所に我々は委ねているわけですね。それで最高裁判所判事のえっと罷免をするかどうかも選挙を行っておるわけですからその制度が悪いとか。 検討が不十分だとかどういう人が裁判所裁判官だから分からないなんて言うんだったらですねそれこそ NHK と朝日新聞がどんどん報道して一人一人の裁判官の是か非かを判定することが国民ができるようにすればいいんですよね。ももう70年も経ってるんですところが例えば朝日新聞なんかがですね、えー、再び訴訟もしない最高裁の判断も仰がない。 最高裁の判決を隠すそれから最高裁判所にじゃあ最高裁判所を信用してないかっていうと最高裁判所の判事のことについてほとんど記事にしないつまり自分の意見を言うために日本の制度を無視してるわけですねそれではやはりね汚いと言った方がいいでしょうね汚いですよあ。表面上は正義を振りかざし なんか自分は正しいことを言ってるように言って日本国憲法を守り憲法の万人が下した判決に従う NHK なんかもだからこそ NHK の受信料を取れるわけであってですねそれを無視したら受信料を取れませんからもう解散しなきゃいけませんよやっぱり我々は法治主義でありあまあ裁判は私は非常に不信感があるんですが僕がどんなに不信感があっても 裁判という制度を持っている間は、ですね、それに従わなきゃいけないんですよ。そして、現在の裁判官がポンコツか、弁護団がポンコツか、それとも最高裁判所総局がおかしいんであれば、ですね。それを議論しなきゃいけないわけですね。私たちはシステムを持っていて、そのシステムが正常に働くことに対する信念が必要です。したがって、日本は憲法九条と。 最高裁判決でもって日本,日本軍を持っていいと自衛のための日本軍を持っていいとそれから日本軍がどういう行動をするかについては集団的自衛権の参加も国連の問題もあるしそれは政権の問題であって法律の問題ではないという線引きまできちっと行われてるわけですからそれに従ってこれはもう議論をやめるべきだと思いますね憲法9条を改正する必要はないんですよ。 現在の改正の議論ですとですね侵略はできるようにするように憲法を改正するんじゃなくて自衛隊は合憲であるとまあいうことを憲法9条の3項に付け足すぐらいなら私はですね私は現在の社会システムを信じてちゃんと最高裁判所判決をですね表に出しむしろ我々が議論しなきゃいけないのは最高裁判所が憲法の番人であると いうことをやめるかどうかそこを議論した方が議論はしっかりすると思います